法名の由来は、森羅万象のすべてを心で静かに聞く、寂しいわけじゃない、本当の恋愛の醍醐味は不倫。だが愛すると同時に苦しみが伴う、届いた。今日から6月30日まで無料で鑑賞できるオンライン展覧会、おうちで寂聴展を開催中。その中から覚悟の言葉を紹介。間違いだらけの不器用な生き方をしてきたが、その都度命がけで一生懸命だったので悔いはない。ハッピーバースデイ、Dear 寂聴さん。98歳の誕生日、ハッピーバースデイ。